グランドラインに入って間もなく、秘密犯罪会社バロックワークスによる王国乗っ取り計画を阻止するため、ビビと共にアラバスタ王国を目指すことになった麦わらの一味。しかし一刻を争う航海の途上、ナミが突然の高熱に見舞われてしまう。ビビのためアラバスタへ急ごうとするナミだったが、ナミの回復を優先したいというビビの勇気ある提案を受け、ルフィたちは医者を求めてドラム島に上陸した。この島にはかつて医療大国として知られた王国があった。暴政を敷いていた国王のワポルは、国内の優秀な医者を呼び集め、医療を独占することで民を支配していた。ある日、王国が海賊団の襲撃を受けると、かなわぬと見た国王ワポルは民を見捨てて真っ先に逃亡。その際、医者も連れ去ってしまう。こうしてドラム島は王も医者もいない国となっていた。ただし一人だけ島に医者が残っているという。その医者の名はドクター・クレハ。人々から魔女と呼ばれる彼女は、雪山の頂上に立つ城に住み、いつ町に降りてくるかわからない。ナミの病状が悪化していく様子を見たルフィは、ナミを担いで雪山を登ることを決断。サンジと共にドクター・クレハの住む城を目指して出発する。残る仲間たちも雪山を見つめ、ナミの無事を祈り続けていた。サボテンボシ必殺ノアデッジゴ、サボテンボシ必殺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 サボテンボシ必
Come on,
として。プラム王国憲法第一条、王様の思い通りにならんやつは死ねえ。僕は運命の数々を働いてくれたな。サボテン星、サボテン星、この野郎、舐めてると後悔すぞ。おい、俺が相手じゃ不足か。サボテン星、どうかしてやる。この世の果てまで蹴り飛ばしてやる。やったぞ。うわ、ヘヘヘ。